サスティナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs。 2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標のことです。この番組では SDGs に取り組む県内の企業や人を紹介します。こんにちは、鹿児島 SDGs ナビゲーターの中垣ルルです。今回はイベント会場での SDGs、 どんな内容なんでしょうか。鹿児島市にある株式会社双葉を訪ねました。双葉さんといえば、鹿児島県内の本当にいろんなイベント会場でよくお見かけしますよね。ありがとうございます。私どもは鹿児島を拠点にイベント、式典、展示会などをはじめ、各種大会、学会、野外音楽フェスなど様々な会場設営のお手伝いをさせていただいている会社でありまして、イベント事業を立ち上げてから今年で45年になります。45年ってすごい長い歴史があるんですね。鹿児島県内のイベント会社としておなじみの双葉、会場設営で取り扱う商品にはある特徴があるようです。私たちがご提供させていただいている商品はメンテナンスをした上で再利用しているものも多く、イベント会場などでリユース商品を多くの方々にご利用いただくことで、微力ながら環境への配慮につながっていると考えております。リユース商品というのは具体的にはどういったものでしょうか。はい、椅子やテーブルをはじめパーテーションなどで使うシステムパネルなどになります。イベント会社の SDGs と考えると、どういったところにあるのかなと思ったんですが、そういうところに工夫があるんですね。2023年には会社設立70周年を迎える双葉。持続可能な会社経営を目指し、職場環境の整備にも精力的に取り組んでいます。具体的にはどんなことに取り組んでいるんでしょうか。はい、社員が健康であり続け、働きがいを持って働いていただくための取り組みを行っております。健康診断の結果、再検査が必要な社員に対しては受診を促進するために、再検査費用の一部であったり、インフルエンザの予防接種の費用を負担させていただいております。その他、男性社員に対しても育児休暇を促進するなど、社員の子育てを支援させていただいております。そうすると働いている人たちのモチベーションアップにもつながりますね。ルルズアン、社員の健康を第一に考え、働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいる企業であることが伺いました。作る責任、使う責任。イベントなどでは多くのゴミや廃材が出ます。株式会社双葉ではゴミを分別し再利用することで廃棄物の削減に取り組んでおりまして、これからもリユース商品のご提案をさせていただくことで、作る責任、使う責任を微力ながら今後も果たしていきたいと考えております。イベント会場設営で出るゴミの削減、およそ70年の歴史を誇り、地球環境などに配慮している企業であることが伺いました。みんなで鹿児島 SDGs。